はるかが好きだった、ありがとうございます。おはよう。今日のはるちゃんは めっちゃ眠い。可愛くて便利で最高、ありがとう。おはようございます。あ、携帯ずっと開いてた、やだな、目覚ましが。おはよう皆さん、おはようございます。歩数の変化、平均に変化がありました。だってなんかお腹空いちゃって今もぐもぐしてるし、眠気覚ましに食べてる。今日ははるちゃんは怒ってるんです。はるちゃんそんな、はるちゃんの眠あれ、今干し梅食べてた。はるちゃん怒ってるんです今。なんかね、目覚ましをなんか6時に設定して起きるの7時の人がいてね。はるちゃん、いやはるちゃん激怒まあ激怒ですよね。はるちゃんの、はるちゃんずっと6時から起きてるね、寝れなかった全然。最悪だよね本当にね。姉ちゃんなんですけど、そういう原因作ってんの最悪だよ。はるちゃんは6時に目覚ましがなって、で起こしてあげて、でまたね、あーもうまた寝れるって思って寝たんですよ。あと1時間だって思って寝たら6時15分ぐらいにまた鳴って、それをね何回も繰り返されて、もうはるちゃんの眠気を邪魔したから怒って、これはリアルガチで怒ってる。はるちゃんはもうダメね、最悪だよもう、最悪最悪で、結局あれですよ、はるちゃん2時間、1時間2時間ぐらいしか寝れなかった、邪魔された。可愛くて美人で最高、ありがとう。おはよう、ヤッホー、おはよう、可愛く拝見ありがとうね。はるちゃん最近でもまとめて寝てるんだけどな、ね、今日は予定があって二度寝できない二度寝できないですね。ね、予定は作るものだから、いやできちゃったんだよ。そう、睡眠邪魔された。でももう眠くなくなっちゃったね。まあまあ昨日いっぱい寝れたんで許してあげようと思って、
通勤中だからまたねってまた来てねお仕事頑張ってね。ね、あやちゃんの枕バシバシでちょっと嫌だな、心が痛くなっちゃう。かわいこ発見ありがとう。おはようございます。ちゃんとおはよう。やっほーございます。やっほーございますってなんだろう。頭はまだ起きてないみたい、目覚めてるけどね、ちょっとダメだ。やっほーございますって言っちゃった。かわいくて美人で最高ありがとう。おはようね。ルアも今日朝配信だね。はるちゃんが配信開いたらルアもやってたね。え、目ピクピクしてる。え、わかんない。なんかここは涙袋製造中なのかな。最近ルアシも朝配信してるんですか。なんかなまったね。ルアシ朝配信中これ、ね、ご挨拶行かないと。お腹空いたね。みんな今日は何時に起きたの。ちょっと待って、ね、ルアシ何時からやってんだ。あ、54分。めっちゃなんかあれだね。めっちゃ目パッチリしてる。ね。あやちゃんとお揃い界隈してた。ね。6時50分、6時37分、7時の2分前58分かね。じゃあこれははるちゃん勝ちましたな。はるちゃん6時だから。でもなんかあれだよね、早い方は早いよね。今日ははるちゃん洗濯をやるって約束したんだね。どう、はるちゃんいい子じゃない。可愛くて美人でセコありがとう。はるちゃんはいい子だから。いや大丈夫大丈夫大丈夫、ね、大丈夫だと信じてる、ね、お風呂掃除しか残ってないっていうのはちょっとダメだよね。約束は約束だから。洗濯をやります。で、あれ？あれあれあれ？で、おはちゅんですね。今めっちゃどしどし聞こえた。ね。あれちゅん今起きたみたいです。あれ7時に起きてたと思うんだけど、違かったわ。ね。
今やん。はるちゃんじゃもっと怒るんだけど。ふざけんなマジで。はるちゃんが6時に起こされてんじゃないかこれ。やば。ね、目覚まし全部消したくなるねこれ。今ママちゃんに起こされてたわ。おはよう。カイコ発見ありがとう。カイコって美人で最高ありがとう。お腹空いたね。仕事行ってきますって。また来てね。お仕事頑張ってね。おはようみんな。やっほー元気。お腹空いて力が出ないよ。はるちゃん、はるちゃんちょっと非常食を食べることにするわ。こちらです。粒グミ。なんかこれ姉ちゃんからもらった。姉ちゃん2です。なんかこれいらないからあげるってね。はるちゃんもワールドグミ研究会に入れるかもしれない。これ何味？うん。可愛い、ありがとう。嬉しい、朝から可愛いって。ね。コーンフレークやんないかって。ね、え。コーンフレーク。おはよう。おはようございます。でもは？こういうグミあるじゃん。こういうグミってこういうじゃあお菓子、こういうお菓子のメロンソーダはるちゃん嫌いなんだよね。ここにさメロンソーダ味書いてあるんだけど、はるちゃん食べれないメロンソーダね。なんだろうね、なんでだろう。最近あ、くしゃみ、くしゃみがくしゃみ。ダメだ、花粉症ですわ。鼻がムズムズすると思ったらくしゃみが出てしまった。え、なんかさ最近メロン克服したんですよ。メロンも昔苦手だったんですけど、なんかもうメロンのお菓子はもう無理だ。なんだろうね、果物は克服したけど。で最近髪が絡んで傷んできたから切りたいな早く。毛先の方が傷んできた。早く美容室行かないと。おはちゃんです。なんだろうね、なんでだろう。だからメロン味の飴が本当に食べれない、ね、かわいい子拝見ありがとう。メロンミルクの飴ですか。うん、食べたことないかも。メロン味の飴はあるけど、メロン苦手って珍しいねって。え、そうなのかな。え、でもたまにいない、なんかメロン苦手ですっていう方。わかんない。いやでもね、はるちゃんのね友達ね結構果物が苦手な子多いかもしれない。はるちゃん好きなんだけど、もうなんか全部克服して食べれるようになったんだけどさ、果物大体は食べれるんだけど、はるちゃんの友達結構これはちょっと嫌いとかこれは無理かもって有効が多いんだよね。
たまたまかもしれないけど、ね、あなたにあげたいメロンジュース、ね、メロンジュースはめっちゃ好き、ね、おはよう。メロン味結構苦手だった、でも食べれるようになったかもしれんと信じてるだけかもしれんけどね。そう、可愛くて美人で最高、ありがとう、おはよう。俺そういういろんな味が入ってるグミがあったら一気に口に入れてるって、もう何味か分からなくないそれ、ね、梨が苦手なの？そうなの？え？そうなのか、梨か。ね、梨ってどういう味したか忘れちゃった一瞬。初めて見つけた梨苦手な方は。おはよう、俺ははるちゃんにメロンメロンだよってメロメロっていうことなんですね、ありがとうございます。おはよう、おはようちゃん、今日も安定の可愛さってありがとうございます。南かやは嬉しいですね。おはよう、やっほ、おはよう、ね、しゆちゃん梨は食べれちゃうね。なんかキウイとかさ、そういう系は苦手って言ってたね。梨はいけてたな。仕事行くわ、また会いまっちゅうって、また会おうね、お仕事頑張ってね、またねん。100キラキラってありがとう、おはよう、ね、しゆちゃん仲間だと思ってたちょっと仲間じゃなかったかも、ね、何嫌い、何苦手ってたっけな、キウイとかパイナップル、なんかなんかなんだっけな、うん、そういう系だった気がする。おはよう、メロン以外のフルーツ全般苦手って、まさかのメロン以外、え、それはちょっと珍しいかもしれん。はるちゃんは可愛い間違いなしですか嬉しい、全部果物にかけてる。コーラ味はるちゃんも結構好きですね。かき氷のシロップはコーラ味か。でも最近ね、はるちゃんね、大人っぽくなったのかな、はるちゃんメロン味使ってんのよ。いや、わかんない、なんでかわかんないね。その昔からね、あのメロン味は嫌いなんだけど、かき氷はいけちゃうんですよ。なんでですか、メロンの味しないから。おはよう、ブザビートありがとう。冷やし、あ、祭りの冷やしパインですか、なるほど、え、めっちゃなんかかわいいね。はるちゃん冷やしきゅうりなら、一本漬け、きゅうりの一本漬けならよく食べますわ。会社に着きました、ちょっと抜けるけどまた戻ってきますって。あ、いってらっしゃい、待ってるねん。俺オールマイティで食べれるってすげえ、ね、いいね。ね、はるちゃんもちょっと好き嫌いなしで食べたいんだけど、まあちょっと子供なのかな、ね、子供というよりなんだろうね、食わず嫌いが多いのかな、ね、なんか食べれないものが多いな、ね、はるちゃん食べてないだけかもしれん、新しい世界に行こうとしない、うん、普
通になんか見た目判断主義かもしれないだからさ、魚も全然食べたことないんだよね普通に。だからお寿司屋さん行っても同じネタしか頼まないの、何回も。イクラが一番多いかもね。そう、新しい世界に行こうとしないんですよ、はるちゃんは。でも最近サーモン食べれるようになったけど、それでもなんか食べれるけど食べようとしないんだよね。なんだろうね。うん、おはよう。あの別の全員サイン付きポスター当たったの？いいね。おはよう。ね、かき氷メロン風味だからか。あ、そういうことか。だから昔から食べるの。なんか知らない単語出てきた。なにこれ。ルッキズムってなんだこれ。外見主義って書いてあるんだけど。そんなことないよこれ。え、これ人間待ってくれよ。ね、なんか外見なんか人間の外見しかなんか出てこないんだけど、これ食べ物ね、ルックスで決めちゃうのこれ。そんなことないわ多分。ね、でもお寿司美味しいですよね普通に。新潟来てからさ、あれですね、結構新潟来てからお寿司結構食べれるようになったんだよね。多分新潟のお寿司がめっちゃ美味しいんだと思うけど、うん、だから好きなネタが増えてきてる。だけどね、あんまりお寿司を食べないのかな、あんまり。ウニ食べれるようになりたいな、はるちゃん。ウニは本当に苦手なんだよな。ね、え、だよね。美味しく食べれないと頼まないかも。自分でさ、お金払うってなったら本当に自分の好きなものしか頼まなくなるかも。ライトつけよう。おはよう。麺食いの英語版。なるほどね。外見しか勝たんて。で、そんな食べ物に外見。でもはるちゃんそうかもしれないな。あ、でもはるちゃんあれかも、口の中の何、残りのさ、何、残り方で嫌いか好きか判断するかも。結構残りやすいものはあんまり食べられないかもしれないね。うざみてありがとう。かわいこ発見ありがとう。ね、新潟のお寿司美味しいよね。おはようございます。これな、え、ね、挨拶で星になることあんのこれって。ワインの、ね、ワインのお宝さん違う、ワインの
あ、お金で、お金、お金だったの？ね、いいね。いくら、いいよ。ごちそうするいくら。おはよう。ウニがダメだと生ガキもダメかなって。はるちゃん生ガキめっちゃ好きなんだろうね、なんだろうね、生ガキなんでいけるんだろう。私牡蠣小学校何年生ぐらいからかな、なんか結構早く食べてたんだけど、結構お本当に美味しいよね。なんだろうね、なんでなんでいけるんだろう。結構口残るのにね。でもあれはダメ、あのさ、つぶ貝とかはダメ、あの生だと。焼いたつぶ貝とかはいけるけど生はダメ。おはよう。可愛くて美人で最高、ありがとう。苦手なものはどうしてもねってね、いけないよね。おはよう。いいウニは美味しいってよく聞くけど、いいウニ食べてみる勇気がないって。わかる、わかります、わかりますね。食感の方なのかな。おはよう。え、なんか食感じゃないかもね。なんだろうね。はるちゃん比較的魚が苦手かも。魚というかさ、何、調理してないとあんまり食べれないかもしれないね。だから刺身とかあんまり好まないね。実ははるちゃんなんかちょっと生臭いのがあんまり好きじゃないかもしれない。でもなんか、あなたも牡蠣いけるな。ね、はるちゃんのご飯難しい。はるちゃんのご飯難しいって言われちゃった。でも普通にさ調理したらいけるよ。だから普通に人参だけだったら無理だけどさ、なんかカレーとかに入ってるのはいけるみたいな、ね、おはよう、おはよう。可愛くて美人で最高、ありがとう。火を通したいのかもしれない。可愛く拝見ありがとう。生魚結構苦手ですね、はるちゃん。結構ね、口に残るね、口に残る味というのね、残りがちょっとひどいから。なんか食べた時はめっちゃ美味しいけど、その後だよね。なんかその後さ、なんかその魚じゃない何かのさ味しない？難しいかも。めっちゃ難しいこと言ってる、ね、でも食べれるは食べれますね。ね、あでもイクラはめっちゃ食べれる。イクラはめっちゃ好きです、はるちゃん。ね、ちょっとお腹空いてきちゃったな。ね、そう、生牡蠣は多分はるちゃんが結構小さい時、いやそんな小さくない、小学校 いくつの時かな、なんか美味しい牡蠣屋さんを、生牡蠣のお店をママちゃんが連れてってくれた時があって、いやママちゃんのついてっただけなんだけど、普通についてって、でなんか一つだけ食べるかって言われて
食べさせてもらったらめっちゃ美味しかったっていう。それから食べれるようになったんだよ。だからなんだろうね。うん。ね。でも舌が変わってるかもしれない。大人になったかも。だから最近食べれるようになってくるかもしれない。生牡蠣癖ありそうでずっと挑戦したことないんだけど、推しが好きなら食べてみるかってね。あ、でも全然大丈夫よね、挑戦しなくても。はいちゃんも苦手なものいっぱいあると思うからね。苦手は苦手でいいんだ。職場についてはちんちんまたねって、また来てね、お仕事頑張ってね。生牡蠣食べたくなっちゃったね。はるちゃんも今ちょっとそういうね、食べたくなっちゃった今。おはようブザビート、ありがとう。おはよう。イクラ食べ放題やなってね。イクラはね結構はるちゃん好きなんですよね。ね、結構食べてる。寿司屋さん行ったらイクラが一番食べてますね。はるちゃん何回も食べちゃう。でも最近イクラの値段が上がってきてちょっとつらい。つらしはるちゃん、魚はお酒でリセットしながら食べると美味しいかもよって。じゃあはるちゃん、あと1年半後、1年ちょっと後になったらあれかな、魚食べれるようになるのかな。ね、お酒ってなんかよくさドラマで結構飲んでる方いるけどさ、美味しいの本当に。なんかさよくよくドラマでさ、まずはビールでみたいな、そういうセリフがあるけど、最初はやっぱりビールっしょみたいな。はるちゃんが見てるドラマのあれかな、影響かな。ね、美味しいのあれ、ね、残る味が気になるのは分かるかもって。え、だよね、はるちゃんもそう思います。はるちゃんもおはよう。カイコ発見ありがとう。ブザビットありがとう。ルアシがもう5センチ背が欲しいって言ってたの。うん、え、はるちゃん5センチ身長いらないんだけど、あげるって言っといてね。はるちゃん昨日さ、昨日の配信で逆サバしようかなって結構悩んでたね。はるちゃんちょうど5センチいらなかったんだよな。20歳と25歳、30歳を機に味覚が変わるかもしれないってマジか。じゃあちょっと20歳になったら挑戦してみよう。いろいろと変わってるかもしれない、食べれるものが。おはよう。可愛くて美人で最高ありがとう。おはよう。一口だけチャレンジしてみたい。寺泊にあるんだっけって。あ、寺泊ね、結構食べ歩き結構おすすめですね。ね、牡蠣美味しいですね。あといろんなのがあるので寺泊は何回も行きたくなっちゃう。おはよう。あ、そうだ、それだ。とりあえず生だ。とりあえずそれよくドラマのシーンで見かける。とりあえず生って。かわいこ発見ありがとう。来年になれば分かるということで、早く来年になってほしいな。やばいな、来年はちゃん、あれか、もうすぐ成人式やん。再来年、再来年の1月。そう、逆サバってなかなかのパワーワードだよね。ね、いるのかな逆サバしてる人って。おはよう。チュンってね、身長ね165センチかな。は
っちゃん160センチというか150、本当横を言えば158センチがいいんですよ。157ぐらい、158、うん、横を言えばなんかそのぐらいの身長が一番過ごしやすかったんですよ、はるちゃんにとってはね。昔のはるちゃんね、158ぐらいがちょうどいいなって思ってたんですけど、なんかぐんぐん成長しちゃっててちょっと嫌だね。だからお仕事行ってきます、また寝て、また来てね、お仕事頑張ってね。ブザービートありがとう。身長測るときつなぎとかの服着ると身長小さくなるよって。本当？ちょっとやってみよう。最初酒苦手だったけど今では大好きになっちゃったって。ああじゃあ大人になったら変わるのか味覚が。なるほど。はるちゃんとルアちゃんを身長足して2で割るといいのかって。あいいかもそれ。おはよう。俺も身長低いからあと100センチ欲しいなって。え待って、え どういうこと。え今の身長はこれね、身長なんかそれ2メートル、えバスあの なんだろう、え結構なんか ほぼ3メートルいきますよレベルみたいなやつ、それ天井にもうついちゃいますよみたいな感じそれ。うざびったありがとう、おはよう、ね、出遅れてごめんちゃんって。全然大丈夫よ、はるかちゃん酔ったら元気になるか寝るかのどっちかと予想するって。1年後が楽しみですねこれね。なんだろう、おはよう。ルアシ足の長さで身長くださいって、えやだな、足の長さ上げれないかも。あのどう上げちゃう、あのね足はちょっと足は短くならないでほしいな逆にね。おはよう、可愛く発見ありがとう、おはよう、ふざびたありがとう。逆にあ変にさば読むと衣装のフィッティングとか大変そうって。確かに。でもさ、え？ああ、でもフィッティングあれかもね、意外と身長で合わせてんのか。あね、新しい衣装だとそうか、そうなるか。なんか先輩の衣装着るときはさ結構その方の体あの何体型に合わせてだと思うんだけど、あフィッティング大変だこれは。じゃあ公式のプロフィールだけあの変えてもらって、公式のプロフィールというかなんかさネットに書いてあるプロフィールだけ160センチってしといて、で衣装さんにはすいません私本当は165センチなんですって言っとくとかおはよう、おはようブザビタありがとう。整体行ってポキポキしてもらうと確実に1センチは背が伸びるって。やだなね、はるちゃんポキポキしてもらいたいなって思ったんだけど1センチ伸びるならちょっとやだね。えその時だけ1センチ伸びるのこれ。174センチなのが100センチ欲しいの。2メートル74、やばいって。高すぎるね、びっくりしちゃった、想像以上に高くなるじゃん。おはよう。175センチ欲しかったんだけど5センチ足りてないから Y に分けてって。えなんかさあれだね、なんかやっぱり理想っていうのがあるのかなね。ちょうどはるちゃん5センチいらなかったからあげたいな本当に。欲を言えば7センチ上げたい、ね、全然上げちゃう。おはよう、可愛い子発見ありがとう。
身長欲しいけど体重はもういらないちゅんよって。ハリちゃんもちょっと体重いらんね。ガチだよ、身長低くしたい。現場に行くので戻ってきました、ただいまって。あ、来てくれてありがとう。はるちゃんのサイズに合う先輩、え、でもはるちゃんいろんな先輩の着させていただいてるんですよね。赤衣装だと、赤衣装ってわかるかな、あの赤いさ、あれっていつ着るんだろう。結構3期で着させてる、あ、着させていただいてる着させてるじゃないね、赤衣装が角さんとかね。あ、高級衣装、あの萌香さんの着たんです、高倉萌香さんのね。でもあの普段のパーティーとか時衣装はあれ、あれ、 はるちゃんってさ誰の着てたっけ、どなたの着させていただいてた待って、はるちゃんちょっと待って、写真撮ってるんだよちゃんと。はるちゃん偉いから、いや偉くない、普通にあの、あー衣装嬉しいなって思って、ちょっと写真見るわね、はあ、嬉しいなって思いながら着させていただいてるからね。どなたのだっけ、あ、パーティーとかは長谷川さんか、そうだレナポンさんだ、おはよう。あ、みんなの方が覚えてた、みんなの方が覚えてるやん。でもはるちゃん前にね一度だけあの荻生花さんの衣装着たことあって、すごっ、って細いなって思いながら着てたんだけどさね、なんか本当に結構やばかった。可愛く発見ありがとう、おはよう。萌香さん158センチなの、うん、いいやん、すごいさ、はるちゃんの理想体型かも。158センチの私ボブが好きなんですよ、髪ボブ。はるちゃんだからか推してたの、はるちゃんなんかもう一目惚れしたんだよね、一目惚れした。なんかねすごい可愛いなって思った子が高倉萌香さんだったんだよね昔。それを着れるはるかちゃんも細いって、ありがとう。はるかちゃんねちょっとねちょっと最近頑張ってるな。いろんなメンバーの衣装を着れるとは優秀やなってありがとう、ありがとうございます。うざびとありがとうね。ね、一目惚れだったの、お揃いやん、お揃い界隈だね、一目惚れちゃいましたね。可愛くて美人で最高ありがとう。で今は今の推しですか、今の推し、推し NGT で決めてないんだよね、もう実は誰だろうね。推しを決めるとしたら、でもなんか最近ねハセスが来てるんだよね、ハルチュンの中でハセスのノリが、あのハセスのなんか波が来てる今、ハセスモモ
あの子は本当に沼っちゃうよ。ね、おはよう。はちゃん次見るときボブヘアになってるのかなって。でもボブ似合わないと思うんだよね。ね、どうだろうか。ね、もっとねいろんな衣装着れるように頑張ります。おはよう。昨日のメール読んだよ。ハセスに嫉妬しましたね。そう、ハセスね、最近ね、ハルちゃんに続婚なんですよ。結構ゲーム誘われたり ね、毎日連絡取ってるハセスで、ハルちゃんの親友ちゃんと私の LINE を通してね、ハセスに喋らせてみたんですよ。なんか喋りたいって言うから。そしたらめっちゃなんかドハマりしてた、ハルちゃんの親友ね。一人だけ話させていただいて、話してね、ハセス今度ねゲーム部出ますよね。ね、結構楽しみだね。なんかハセスがはっちゃけてるゲームのね、ゲームではっちゃけてる姿はあんまり見たことないので、いろんなゲームあの子やってるけど、なんだろう、そういうさ、なんだろう、いろんなゲームをやってるハセスを見たいのでね、ちょっとリアタイですね。どんな感じかな。明日です ね、ボブ似合うかな。ありがとう。でもママちゃんはボブ嫌いなんだよね。ハルちゃんのなんか髪長い方が好きって言われる。だからハルちゃん髪切って、切っちゃダメって言われる。でも切ります、内緒で。いつかリリカさんも手名付けてハセスが惚れるハルちゃん有能って。え、なんか、え、ありがとうね。リリカさんも手名付けてたっけ、ハルちゃん。ブザビートありがとうね。あ、みんなはね、ハルちゃんのルームではハセスって呼んでいいけどさ、あれではスモにはさ、スモちゃんって呼んでね。ね、ちゃんとね、スモちゃんって言ってね、みんなね。ちょっと急にハセスってなったら絶対はるかちゃんじゃんって言われちゃうからね。何のゲームするのかね。スモちゃんクールなイメージが強いってね、スモちゃんクールじゃないかもね。ね、はるちゃんといる時めっちゃクールじゃない、なんかもう年下って感じかな。いや、わかんない、同級生に見えちゃう。可愛く発見ありがとう。可愛くて美人で最高ありがとうね。あ、そう、明日そう全力応援 RBBB なんです。楽しみですって。はるちゃんも楽しみ、興味深いですね。ボブ好きのワイの見解からすると、はるかちゃんはボブ似合うタイプだと思うんで。え、ありがとう、そりゃ嬉しいですね。可愛い子発見ありがとう。おはよう。長くても短くてもはるちゃん好きですって、ありがとうね。はるちゃんもともと高2まで短かったタイプなんでね。ね、ボブの私も好きになってほしいな。ね、はるちゃんなんか前にさ、アルバム消えちゃってさ、ね、アルバム消えちゃってさ、なんか写真消えたんだよね、そういえば。
なんか LINE のさアルバムでさ保管してたらさ LINE が消えちゃって LINE が消えちゃってさ、はるちゃん写真がさ過去の写真が全然なくてね、悲しいことに。だからね本当にね過去の写真がなくなっちゃってて、うん、ボブの写真あったっけな、ちょっと探しとこう後で。おはようね、すもたん、すもたんって呼んでね、うっかり出そうってダメよ、ダメダメ、おはよう、おはようね。美容室チャレンジね、今月中にはねチャレンジしたいよね、あとちょっとだけど。でも予約取るのも大変だよねこれ。おはよう、多数からリリカ様が懐いてると言ってるのでって。え、誰？どなたですか？どなたが言ってんの？え、なんかはるちゃんさ、はるちゃんなんか平均歩数が変わりましたってなんか通知来たんだけどさ、ね、平均の歩数がさ3993なんだけど、え、これ何これ、これ本当に合ってる？あ、すげえ、こう、あのさ、いや上がったんだよこれ、これ上がった。でも今週のさ平均今さ7125歩だよ。はるちゃん結構歩いてるな、最近散歩好きなんで歩いてる。活動中に1回でもいいからボブにしてみてほしいってね、一回したいですね。ちょっと大人っぽいはるちゃんも、なんかボブにするとなんかちょっと変わるじゃないですかね、やってみたい。チラッてありがとう。過去を捨てて未来を生きるはるちゃんかっこよってね、捨てたくなかったんだけどさ写真消えた。おはよう、おはよう、やっほー。ハセスとコラボ配信ですか？ね、はるちゃんは別にしたいんだよね。ね、したい。ハセスは配信するのかな？やばい、手がしびれてきた。え、待って、なんかつぶ組っていう名前の人いるんだけど、え、何これ、ルアの好きな食べ物これ。ブザビートありがとう。はるちゃんも今つぶ組食べてんだけど、今さびっくりした。可愛くて美人で最高、ありがとう。あ、マオちゃん、あやねちゃんのスマホにボブハルチュン見たいね。ね、残ってるかも。介護発見ありがとう。配信するイメージないよね。わかる、わかりますね。ちょっと配信は楽しいよっていう配信の楽しさをちょっと伝えとこじゃね。多分配信しな、あのあれかな、多分配信ってね、あのいっぱいやるとなんか楽しくなるんだよね。ね、だからまずははるかちゃんのさルームで顔出すところから始めてみないってね、ちょっと言ってって、どんどん慣れ始め、なんかあれかな、なんか犬を飼い始める時みたいな感じにしとくわ。まずはあの
ね、この家に慣れてくださいみたいな、そういう感じでまずははるちゅんのルームでどんどん慣れて慣れていってくださいみたいな、それでどんどん、ね、配信、ね、ちょっと慣れさせるところから始めよう、ね、配信目覚めちゃうかも。あ、はるちゃんなんかめっちゃボブの写真送られてきた。うん。ね。手強そうかな。ね、じゃあちょっと、いい餌といい環境を用意しとく。じゃあはるちゃんのルームで、結構、あれ手強そうじゃない、手ごわそうこれ。やばいな。5話の方、これ。おはよう。あ、なおありがとうね。56分57分、あ、やばい、洗濯終わったよ。ちょうど洗濯ちょうど終わった。これは撮られる前に終わらせないと配信。え、待って、ちょっと待って、今さ、やばい、パタパタ聞こえるんだけど、ちょっとやばい音聞こえた。止まってくれ、やめて、待ってね。おはようございます。洗濯してる、やばい、パタパタしてるね。一緒に洗濯しようね。ね、だったら一緒に洗濯しよう。いや、まーちゃんに言った、昨日言ったんだよね、明日ははるちゃんが洗濯するからまーちゃんダメよってうわ、パタパタ聞こえる、ちょっとやばいですなね。洗濯の取り合いってなかなかなくないね。また取られてる今、やばい。ちょっとはるちゃん、ちょうど58分なのでね、ランキング読んで終わりますわ、ね、パタパタまだ止めてないね。じゃあお手伝いをしたいんですよ、はるちゃん、家のお手伝い。そうで、なかなかママちゃんがね、あれなんですよ、すぐに終わらせちゃってね、そう、自立心で大人になりたいんでね。そう、料理もして、え、じゃあはるちゃん意外と早起きなんで、早起きしてるんだけど、まおちゃん5時ぐらいに起きちゃうからな。え、わかんない、最近どうなのかわかんないけど。じゃあランキングいきます。13位からいきます。13位あきらちゅん、ありがとうございます。12位フォワードかすちゅん、ありがとうございます。11位ちっちのまちゅん、ありがとうございます。10位マロチュチュン、ありがとうございます。9位チーボーチュン、ありがとうございます。8位ビールバラチュン、ありがとうございます。7位酒井秀一チュン、ありがとうございます。6位スイズミユチュン、ありがとうございます。5位山マジョヌマチュン、ありがとうございます。4位ゴーチュンヌマチュン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 、ありがとうございます。3位サリョウチュン、ありがとうございます。2位ドラミちゃん沼ちゅん、ありがとうございます。そして第1位はトゥルルルルルケンジちゃんです、ありがとうございます。え、絶対合ってるでしょ、ありがとうございます。これケンジちゃんですよね、これ。明日27日金曜日夜19時全力応援アルビビビ必ず見てねって、ありがとうございます告知ね。え、どうこれ合ってた？え、これ間違ってたらもう終わりなんだけどね。そう、お手伝い行ってきます。また来てね。今日も素敵な朝になりました、一日頑張ろうなって、ありがとう、頑張ろうねみんな、お仕事の方お仕事頑張ってね。またね、バイバイ、またね。
バイバイ、配信ありがちゅうて、こちらこそね、ありがとう、来てくれてありがとう、バイバイ、またね。